ハット P-34 は地球からや座の方向に約820光年離れた位置にある重等級の構成である。一つの太陽系外惑星と万星候補とされる天体が周囲を交点していることが知られている。ハット P-34 は太陽よりもやや大きな F 型星で約1.4倍の質量と約1.5倍の半径を持つ。 形成されてから約17億年しか経過していない、比較的若い構成で、金属量は太陽の1.66倍となっている。放実する惑星ハット p 3 4 b の軌道から未知の番星が存在する可能性が示されていたが、2015年にハット p 3 4から最大で 103AU 離れた軌道を公転する。 表面温度3600プラス15 150、250、K の番星候補を発見したと報告された。2012年、トランジット法を用いて、太陽系外惑星の探索を行っている、観測ネットワークハットネットによる観測で、ハット P-34 の周囲を公転する、惑星ハット P-34B が発見され、 他にハットネットが発見したハット P-35B、ハット P-36B、ハット P-37B の3つの惑星と共に発見が公表された。木星の約1.2倍の半径を持ち、5.4日の周期でハット P-34 の周囲を公転している、典型的なホットジュピターとされている。ハット P-34B は同時に公表された。 他の3つの惑星と比べて、軌道離心率が大きい、潰れた、楕円軌道を好転しており、このことからハット p 3 4 b のさらに、外側に番星が存在する、可能性が示された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する i a u 1 0 0ムエクセワールズプロジェクトにおいて、 ハット P-34 系は、マルタ共和国に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、マルタ国内での選考と、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から、 最終結果が公表され、ハット P-34 は、サンスナ、ハット P-34B は、ガンチアと命名された。サンスナは、マルタの伝承に登場する巨人の名前で、ゴゾ島の巨石神殿群の石を運んだとされる。ガンチアは、除巨人を意味する言葉で、そのまま、世界遺産に登録されているマルタの巨石神殿群の、 うちごぞとうの巨石神殿複合体の名前となっている。ハット P-34B がガスジャイアントであることから巨人にまつわる名前が付けられた。ありがとうございます。